フィンランド多島海域、フェルゴールドシャーベット、英語、アーカペリゴシーは、ボスニア湾、フィンランド湾、そして、オーランド海の間にある海域である。フィンランド領海に含まれる。いくつかの定義では、島の数においては、世界で最多の多島海であるとされるが、多くの島々は、非常に小さく密集している。フィンランド語やスウェーデン語をはじめ、英語などでも、多島海や、 群島海を意味する名詞がこの海域を示す固有名詞として使用される。海域内で大きな島は友人島であり、フェリーや橋で接続されている。海域の西側に位置するオーランド諸島は、この海域で最も大きな島を持つ諸島であり、フィンランド領であるが、実地領として多くの権限を有している。残りの島のほとんどは南西オミ見に属している。 フィンランド多島海域は観光地としても著名である。フィンランド多島海域は大雑把に言って、マリエハムン、ウーシカウプンキ、ハンコウ頂点とした三角形の海域のことを言う。この海域の群島は内と外の群島に分けることができ、特に外群島の方が小さく無人の島が多い。この海域の面積は8300平方キロメートルであり、そのうち 2000平方キロメートルが陸地である。この海域には非常に多くの島々が浮かんでいる。正確な数字は島の定義に依存するためはっきりとしない。この海域には多彩な大きさの陸地が存在し、海から頭を出した岩から複数の小村や町を持つ大きなものまである。この海域内でかつオーランド諸島と南西総見県内に所在する島のうち、 一平方キロメートル以上の島々は257であり、これ以外に0.5ヘクタールを超える陸地を持つ、島々の数は約17,700になる。もし人が住むことが不可能な岩や岩礁を含めた場合、5万程度になるものと見積もられる。他の海域の島の数と比較すると、北極諸島で36,563、インドネシア海軍海洋観測局によれば、 インドネシア全体で 17,508, フィリピンが7 1 0 7である。この島々の始まりは、最後の氷河時代の後に海から浮上し始めたものである。五氷基地核近郊復元が未だに続いていることから、新たな岩礁や島が徐々に形作られており、古い島や岩礁は拡大し、場合によっては結合している。 現在の島の隆起速度は1年間に4から10ミリメートルの間であるとされる。島々は主に河口岩と変魔岩から構成されており、双方とも非常に硬い岩石であることから侵食は隆起の速度と比較してもかなり遅い。しかしながら、フィンランド国内では南方に位置していることから、より北方にあるクバルケン群島の海域と比較すると、近近復元の速度は、 ゆっくりしたものとなっている。この海域の水深は浅く平均水深は23メートル程度しかない。そのため、ほとんどの海峡においては大きな船の航行は不可能である。この海域内には3つのクレーター様の跡がある。そのうちの一つは、オーランド諸島のルンパルン1であり、間違いなくクレーターであるとされる。残りの2つは、新生岸から構成されている。 より大きなものは、ブレンドにあるオーバの痕跡であり、衛星写真や高解像度の地図でも見ることができる。もう一方の小さなものは、フーチェールの首都とイニオの間、フェルフェールに所在する。海域の島々は、南西総美県とオーランド自治県の間で分割されている。この分割線は、大雑把に言えば、フィフテッドに沿っている。スウェーデン沿岸に近い島々は、 それらの沿岸地域とユーロリージョンを構成している。この海域のメインとなる、本土側の港はトゥルクであり、オーランド諸島側はマリエハムンである。オーランド諸島はフィンランドの自治領であり非武装化されている。独自の議会を持ち、スウェーデン語を唯一の公用語としている。この自治領の議会は、医療サービス、教育、環境、そして郵政を含む幅広い分野に対して、 決定権を持つ。財政や外交に関しては、フィンランド議会が権限を持っている。理論的には、フィンランドの大統領は、オーランド諸島の議会で可決された法律を拒否する、権利を持っている。東側の軍党の防衛は、かつてトゥルクに基地を構える、フィンランド多島海域海軍司令部が担っていた。主な防衛手段は、広域な機雷と沿岸法によるものであった。 双方とも小さな島々が高密度に存在するため侵入してきた船舶の航路を大幅に制限することからこの海域では有効な防衛手法であるこのフィンランド多島海域海軍司令部は2014年に組織再編にて消滅しており現在この地域の防衛を担っているのはフィンランド海軍に新たに創設された沿岸艦隊である一方でオーランド自治は 非武装化されている。そのため、平時においては、フィンランド国防軍は、オーランド自治県内への侵入を許されていない。そのため、オーランド自治県の住民は、徴兵制度のあるフィンランドでは、例外的に、兵役義務を免除されている。ただし、軍役につくことを志願することは可能である。この海域は、30の地方自治体に分割されており、それぞれ、オーランド自治県、 南西総見県、ウ島シマ県に属している。オーランド自治県の地方自治体は、かなり小規模なものになっている傾向が強く、例えばソットン川、住民の数は約100人程度しかいない。南西総見県の地方自治体南西総見県の本土側地方自治体のうち、当初部を持つ自治体オーランド自治県の地方自治体、ウ島シマ県の本土側地方自治体のうち、 フィンランド多島海域の島所部を持つ自治体島々はウーシマー県東部へとさらに続いていくが、ハンコが歴史的にフィンランド多島海域とフィンランド湾との境界となっている。クロークフェール島1956年まで有人島だった。この写真は2010年に撮影したものである。小さな島々ではある程度まとまって考えても多くて、 数世帯の家族しか生活することができなかった。また主な収入源も漁業しかなかった。この海域内の定住者の人口は約6万人であり、うち2万7千人がオーランド諸島に居住している。オーランド諸島の領域外の地域においても、幾分スウェーデン語が単一仕様の地域が多いが、現在は公式にはスウェーデン語を母語とするバイリンガル地域となっている。 その一方で、この地域の北部はフィンランド語の単一使用地域となっている。フィンランド多島海域の人口は歴史の中で大幅に異なる。16世紀前半まではこの地域の人口は増加していた。しかし、この地域の環境の収容能力の限界に達したこと、戦争、薬病が原因となってこの地域の人口は減少に転じた。19世紀になると新たにより、 効果的な漁業手法がもたらされたことで人口は顕著に増加した。20世紀に入ると人口は再び減少に転じた。これは特に小さな島々で顕著であり、急激な都市化が原因である。多くの小さな島々が完全な無人となった。最近10年の間に島々における夏季の間の滞在者人口はいくつかの地域が活性化されたことにより増加している。 この地域の自然の美しさが知られたことで、多くのフィンランド人がこの地域の島々で夏を過ごすようになった。これが原因となって、多くの島々の人口は夏季の間に限って、元々の人口の2倍かそれ以上にも達することもある。スウェーデン語話者が多数の島々の中に別荘がある一方で、フィンランド本土ではスウェーデン語話者は少数派であり、この地域で夏季を過ごす。 人々のほとんどがフィンランド語話者である。これはこの地域に定住している人々と対照的である。フィンランド大統領の公式別荘であるクルタランタは、この地域の島であるロンノンマー島に所在している。この地域の人口に関する他の特徴として、双子の数が挙げられる。二卵性創生児誕生の傾向が、幾分遺伝しており、必要な遺伝子が島々の至るところにある。 18世紀から19世紀において双子誕生の傾向は他のヨーロッパの地域よりも強くフィンランド本土と比較すると非常に強いものであった。この原因は漁業である。魚類はタンパク質と不飽は脂肪酸が豊富である。そして農作物が不作であっても手に入れることができた。そのため双子を持つことは生涯における繁殖の成功を最大化するものであった。 冬季に航行するケーブルフェリーオーランド諸島東側のフィンランド多島海域の地図この地域はフィンランド本土と比較して高い生活水準にある。漁業と水産加工業が主な産業である。この海域はバルトニシンとニジマスの産地としてよく知られている。農業は島々が小さいことと岩がちなことから限定的に行われている。しかしながら、 気候に関しては、フィンランド本土と比較して農業に向いていることから、リュマッチュラ島を含むいくつかの島々は、夏に最初の新ジャガイモを生産することで、フィンランド本土側で有名である。この島々の経済の中で観光業の重要性は、年々増してきている。島々は橋かフェリーで結ばれており、オーランド諸島には小さな空港もある。フェリーは2つのカテゴリーに分けられる。 一つは、ロードフェリーであり、無料で、利用可能で、ほとんどの場合近接した島の間を短い航路で、つないでいる。これらはエカダ様に作られており、通常は、道路管理者によって運行されている。この中も小さいものの中にケーブルフェリーがある。そして、大きな規模になるとケーブルは使用しないフェリーとなる。もう一方のフェリーは、ロードフェリーと比較して、より船に近い形をしており、 海事管理者によって運行され有料である。これらの船は小さく距離の離れた島々を結ぶ、より長い航路で運行されている。また、さらに大きなエイリー目的のクルーズフェリーが、フィンランド本土の都市、トゥルクとヘルシンキから、オーランド諸島、そしてスウェーデン本土までを結んでいる。寒い冬の間、いくつかの島々の間では公式に、アイスロードが設置される。また、 公式にアイスロードが設定されていなじまも、氷上で車を運転して向かうことも一般的である。アイスロードはフィンランド本土から島々へ乗用車で移動することができるため、輸送が大幅に容易になる。年によるが、非常に氷が厚くなった場合、重い番であっても通行することが可能である。一方で、春と秋の間に開氷期があり、この間の氷は、 徒歩移動も難しいほど弱いにもかかわらず、小さな船での航行には厚すぎる状態となる。これにより、大型船が接岸できる桟橋を持たない島々が、数日から数週間にわたって孤立することがある。この場合、ハイドロコプター、ホバークラフト、そしてヘリコプターでしか島にアクセスすることができなく、なってしまう。多くの重要な航路が、フィンランド多島海域の中に設定されている。 航海は、迷路のように並ぶ島々や変化し続ける水深、数多の岩礁のため危険なものとなっている。このため、島々には、様々な大きさの灯台や航海標識が点在している。水先案内人のサービスが、行政によって維持されている。南西宋見県に属する東側の島々においては、ほとんどの友人島が、群島集会道路で接続されている。 この道は約160通190キロメートルの陸路と30通50キロメートルの海上路で構成されている。通常、トゥルクの街がこの周回道路の起点であると考えられている。この道路は下記の順番で街、村、島や諸島をたどる。この周回道路にはさらに距離の短いものが存在しており、そちらは 小周回道路と呼ばれる。こちらの周回道路では、南アンタリのリュマッチュラ島からナウボの間をフェリーに乗り、上記の4から11までをスキップする。この小周回道路の長さは約1 2 5トルである。この周回道路は通常自動車や自転車での旅行に使われる。この周回道路中のフェリーのほとんどが無料であるが、ホーツカリとイニオの間のフェリーは、 少学の乗船料が必要である。この周回道路は自動車であれば1日で回りきれるが多くの旅行者が少なくともこの周回道路の周辺で一泊する。約2万人の観光客が毎年この周回道路を訪れる。最も観光客が多いのは6月から8月の間である。主要な観光名所は周回道路中の風景と自然であるが、 ローヒサーリ小園やいくつかの中世の教会も重要な観光地である。メイポールこの群島の文化はフンランド沿岸部のスウェーデン語話者のものと類似している。サウナのような典型的なフィンランドの文化の特徴の多くがこの島々の文化に根付いている。しかしながら微妙な違いもいくつか存在する。メイポールはこの島々の下地祭で書くことのできないものであるが、 フィンランド本土側では不可欠なものではない。一方で、フィンランド本土側の下地祭で、伝統的な焚き火は、比較的最近になって島々へと持ち込まれた。この群島で話される言語をもとに、この群島は3つの部分に分割することができる。海域西側のオーランド諸島は、ほぼ完全に、スウェーデン語圏に属する。トゥルンマー軍に属する南部の島々の人々は、 多くが母語をスウェーデン語とする人々であるが、この地域はスウェーデン語とフィンランド語のバイリンガル地域である。そして、北部の島々はフィンランド語の単一使用地域である。フィンランド本土よりも前に、キリスト教が島々に広まったため、大きな島に建てられた教会は、比較的古いものが多い。13世紀から15世紀にかけてのものがあり、最も古いものは、オーランド諸島に存在する。 80%以上のフィンランド人がフィンランド福音ルター派教会の信者であり、この傾向は諸島内では幾分強く正教会やカトリック教会の教区は存在しない。この地域の料理文化は本土側のフィンランド料理に類似している。当然、バルトニシン、大西洋酒、そしてニジマスを主とする魚類は非常に重要である。またこの島々は バターミルク、シロップ、麦芽を材料に使った伝統的な黒パンで著名である。クリスマスディナーのメインディッシュは通常ノーザンパイクであり、ハムが食べられるフィンランド本土とは対照的である。毎年のクリスマスではコルポの漁師がフィンランド大統領にパイクを届けている。島々で生育する西洋ネズ。荒れた環境のため、 高さ15センチメートルまでしか成長していない。この海域では独特で多様な生態系が形成されている。大きな島々の自然はフィンランド本土側の沿岸地域に類似しているものの、岩礁などの非常に小さな島々は根本的に異なる環境となっている。小さな島々では樹木はほとんど生えていないものの、入り江では豊かな植生がある。この環境は 日当たりが良く、比較的長い生育期を持ち、グアノで肥やされている。一方で、ほぼ常に吹いている風と、非常に薄い土壌、場合によっては、土壌が全くないため植物の生育は、限定的である。バルト海の非常に低い塩分濃度のため、海水のしぶきは、植物の生育には、通常の海水と比較して害は少ない。ほとんどの島々が、 岩がちであるが、そのうちのいくつかは、サルパウスセルカ分水例の延長に存在し、これらは、モレーンの末端から構成されている。この中には、オロ島やユルモ島が含まれる。これらの島々における、植物省及び動物省は、それら岩がちな近隣の島と比較して多様である。この環境は一つの小さな島の中でさえ大きく変化する。これはこれらの島を形作る。 岩の特徴によるものである。小さな淡水沼、淡水地寄水地干木林、草地、風化死体は、風の吹きつける、海岸、外洋から守られた、小湾が直径数十メートルの小島に存在する。この環境のため多くの植物が、表現型が変化している。例えば、小島に生える、白神族は、高さ0.5メートル以下までしか成長しないが、 数平方メートルを覆うように成長している。島々の陸地と沿岸の生態系とは対照的に海の生態系においては生物多様性は幾分低いものとなっている。この理由として海水の塩分濃度が低いことが挙げられる。群島内の塩分濃度はわずか0.6%である。現在の塩分濃度は過去の塩分濃度とは大きく変化しており、 各生物種はこの環境変化に適応することが困難だったためである。しかしながら特有の生物種が多いことは好ましい環境であることを示している。生息数の多い魚類はバルトニシン、パイク、ホワイトフィッシュ、パーチ、カレイやヒラメである。この地域ではフィンランドの他の地域では見ることのできない多くの生物が生息している。 ネズミイルカがそのような生物種の一例である。本種はバルト海北部で常に見ることのできるクジラメ唯一の生物である。バルト海での現在の生息数は約600個体であると推計されており、推定1万から2万頭ほど生息していたとされる一世紀、前と比較して大きく生息数を減らしている。他の例としてオジロワシが挙げられ、 諸島内で重要な繁殖個体群である。諸島内において、珍しいもしくは、絶滅寸前の鳥類や哺乳類としては、鬼アジサシ、スズガモ、灰色アザラシ、ワモンアザラシが挙げられる。この地域の島々は、海鳥の停泊所でもある。この海鳥には、コブハクチョウ、ハジロオミバとカンムリカイツブリ、そして様々な種類のカモメがある。 近年カワウが群島内に進出しており、生息数を増やしている。しかしながらこのことは、カワウが密に生息し、彼らの排泄する糞が、周囲の植物の生命を最終的に害するため、自然愛好家には、必ずしも好ましいものとはみなされていない。この地域の環境に対する、最も大きな脅威は、主に農業と養殖業が原因の不栄養化である。このことは、 バルト海では特に脅威となっている。これはバルト海が非常に浅く人類の活動の影響を薄め拡散させる力が低いためである。不栄養価は部分的にはフィンランドの制御下に置かれているがバルト海の全体的な状況が悪化しているためその影響全体は覆い隠されてしまっている。この群島の多くの地域はそれらに近づくことが非常に難しいことから 人間の活動から守られている。この海域の南部はサーリストメリ国立公園に含まれており、スータの小さな自然保護地域が設定されている。そこには春から夏の間に上陸することが禁止されている。13世紀に建設されたよ、マラの教会。フィンランド国内で最も古い教区教会である島々は約1万年前に海中から隆起し始めた。 この時期、デンマークの海峡は閉じており、現在のバルト海は、淡水のアンキュルス湖であった。その後、現在の海峡が北海とつながったことから、島々を囲む水が、淡水から気水へと変化したのは、約7600年前のことであるとされる。最も古い考古学的発見は、ドラグスフェルドのおよそ紀元前4000年頃、串目分土器文化に関連するものである。 この時期、外群島では、フーチェール、コルト、ナグノシ島の最高峰が形作られた。小兵基地核近郊復元のため、すべての島々は、当初から約25メートル隆起しており、もともと存在した島々は、面積が拡大し、新たな島々も形成された。12世紀から13世紀の間、この海域をスウェーデンが支配した。これと同じ時期、 この海域の島々と沿岸部からフィンランドにキリスト教が広まった。この島々はストックホルムやトゥルク、そしてボスニア湾への侵攻に対する防衛に関して戦略上重要な位置にあった。このため中世の間にスウェーデンバルト帝国がこの島々を要塞化した。16世紀と17世紀の間、王室の郵便の輸送路は北の島々を経由するルートが設定されていた。 1808年、スウェーデン・バルト帝国とロシア帝国との間で第二次ロシア・スウェーデン戦争が勃発した。4月、ロシア帝国軍がオーランド諸島を含むこの海域の島々を占領した。船が没収されたため、地元住民の反乱が間もなく起こった。スウェーデンからの軍の助けで5月には、島々はロシアの支配から解放された。 スウェーデン軍はフィンランド本土側へ進出する拠点としてこの島々を使用した。この戦争が終わるまでこの海域の島々はスウェーデンの支配下にあった。しかし1809年のフレデリクスハムンの和訳に続きこの海域の島々を他のフィンランドの地域と共に割譲させられた。そのためフィンランド多島海域はロシア帝国の影響下にある。 フィンランド対抗国領となった。クリミア戦争の間、エーフッツ軍はボマルスンド城を攻撃し壊滅させた。1856年のパリ条約の結果、オーランド諸島は非武装地帯とされた。1916年にロシア軍がこの地域に再来し、この後5年間はロシア軍、後にフィンランド軍がオーランド諸島に駐留することとなった。 1917年にフィンランドはロシア帝国から独立した。それから少しの後、この海域の西部に位置するオーランド諸島のスウェーデン語話者の住民たちがオーランド諸島をスウェーデンに併合する様に主張した。この要望はスウェーデン側でも取り上げられ、様々な反応があったが結果としてオーランド危機が起こった。国際連盟はこの状況を解決するため、 オーランド諸島住民の大多数の反対があったにも、かかわらず、1921年にこの海域の島々すべてをフィンランド用とする裁定を行った。しかしながら、オーランドには広い自治権が与えられ、非武装地帯であることも再確認された。1939年に勃発した冬戦争で、ソビエト連邦がフィンランドに侵攻した。この戦争の終わり、 1940年、フィンランドはこの海域の東側に位置しているハンコを軍事基地として咀嚼させるようソビエト連邦から強要された。1941年になると継続戦争が勃発した。フィンランドはソビエト連邦からの侵攻に対して防衛を行うためオーランド諸島に軍を派遣したが結果的に侵攻されることはなかった。また、フィンランド軍はハンコを 好意攻撃し、この年の暮れにソビート連邦軍は撤退した。フィンランド軍は1944年の終わりまでオーランド諸島に駐留した。1995年、フィンランドは欧州連合に加入した。加入に関する国民投票については、オーランド諸島は個別に実施され、本土側とは別の結果になる可能性があった。もし、オーランド諸島の住民が、 欧州連合への加入を否決すれば、デンマークの自治領でありながら、欧州連合に加入していないグリーンランドと同じような状況となる可能性があった。しかしながら、双方の国民投票で欧州連合加入は可決された。ウィキボヤージュには、フィンランド多島海域に関する旅行情報があります。ありがとうございます。